今日ね、7月15日なんです。連休前に東京から帰ってきて、3連休だからさ、どこか行くかなって、さ、あのお出かけね、するかなとか思ってたんだけど、トークがなんかね、怪しいの。結構ね、うち最近ゴルフにドハマりしてて、休みになったら打ちっぱなし行ったりするんですけど、昨日も打ちっぱなし行ってくるって言って、その後なんか3時間か4時間ぐらい帰ってこなかったのね。で、今日も今打ちっぱなし行ってるんですけど、一旦帰ってきて着替えてからまたちょっと3時間ぐらいちょっと予定あるんだみたいな感じだったのね。まあいつも何しに行くかとか全然全く聞かないので、でもちょっと連日すぎるし、いつもなんかその汗かいたまま出かけるとかあんま気にするタイプじゃないから、打ちっぱなし行ったそのまま行けばいいのに、一旦帰ってきてシャワーしておしゃれして出ていく感じ、ちょっと怪しくない？絶対怪しいでしょ。で、今日ね、尾行してみようかなって、何してるのかなって、ちょっと追跡しようと思うんです。何してるか突き止めたいと思います。行ってきます。パパね、電気屋さんに行くって言ってたのね。もうそれも本当かどうか分かんないんだけどさ、パパが行く電気屋さんってさ、梅田のさ、ヨドバシカメラじゃん。話が本当だったら分かんないけどさ、とりあえず行ってみない？うん、いいね。ねえ、探してみようか。うん、とりあえず梅田行ってみてさ、うん、LINE して聞いてみようか、ちょっと探り入れてみようか。うん、ねえ、とりあえず梅田着いたけどさ、駐車場止めてからパパにメールしてみて、うん、探しに行ってみようか。うん、本当に梅田なのかな、ちょっと情報なさすぎて怖いんだけど、梅田いたらいいけどね。うん、周り見てさ、パパいたら教えてね。うん、分かった。隠れなきゃいけないしね。うん、なんて聞こうかな、そんなパパに。って言ってみる。うん、美味しいケーキ、梅田にしかないケーキ屋さんの名前とか出して、うん、ちょっと送ってみようか。うん、美味しいの買ってきたらいいね。うん、でもメール見るかな、わかんないけど。だからわかんない。あ、でも今メール見た、メール見た。見た？うん、待って、まだ見たってなってるだけで返事は返ってきてない。あれ、梅田って言ったっけ、だっけ。え、じゃあ梅田いないのかな、ここまで来たんだけど。うん、え、違った。違うのかな、ここまで来たのにね。うん、あと行くとこわかんないな、こバレたらまずいしね。うん、え、誰が単細胞や、どういう意味？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 え？あ、よくわかったなって、合ってる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 。え？合ってる合ってる。もう直球に何してるのって送ってみたけどね。使ったらどうしよう。ねえ、どうしよう。パンマンみたい。え？なんかゴンチャとかいう行列を見てる。めっちゃ近い、通ってきた今。え？めっちゃ並んでたし。行列を見てるってどういうことかな？並んでるわけじゃないんだよね。近くにいる、近くにいる、どうか。ダッシュで行こう。うん。よし。そんなから。あんちゃん、もうすぐだよ、あのお店。うん。ねえ、見つかるかな。すっごい並んでたよ。タピオカのお店。見つけたら教えてね。うん。でもすごい。すごいよ。すごい。うん。行ってみる？今、ここ、ここ、ここ。このお店、タピオカのお店。この辺にいるんだって。ねえ、中はいないよね。いや、いないよね。うん、どうしよう、どっかでこう食べながら、飲みながら座ってたら。え、いないよね。だけど、トモ君タピオカ好きじゃないでしょ。ねえ、だってこっちのお店から見てるってことかな。ちょっと何色の服着てるかもわかんないね、今日。あ、黒。黒なの？
いたらすぐ隠れないとね。うん、いないなぁ。わかった？ほら、ほら、わかった？一人だった。よかった。ちょっとなんか変な映像撮れなくてよかったわ。いたよ、いたよ。バレないように。わかった？ほら。わかる？わかった。わかった？バレないようにね。パパって呼んだらダメだよ。ほら、ほら、ほら、いた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 。あの黒い人ね。いつもさ、ほんと派手な服着てんのに、なんで今日に限って黒なのかな？え、どこともか。何してる？どこ向かってるんだろう？歩いてる？バレるね。こっち向いた。こっち向いた。パパ待ってるね、あそこで。バレないように。見て見て。ゴルフの練習してる。もう今頭の中ゴルフしかないからさ。バレないように。見て見て。ゴルフの練習してる。もう今頭。娘ちゃん見て。パパカメラ持ってる、カメラ。ちょっとこれ伝わるかな。ちょっと怖いけど近くまで行ってみよう。なんか撮影してるんじゃない？え？なんかの撮影してるんじゃない？うん、ほら自撮りしてる。もう映ってたらどうしよう。ほうほう、危ない危ない。ねえ、何してるんだろう。いないいない、バレたらダメだよ。ほらいる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 。何、どこ行くんだろうね。ねえ、今動画切ったけど。切ったね。なんか見に行くんだ。じゃあ行きましょう。あ、止まっちゃった。見て、鏡越しでなんか見てるよ。あ、入ってた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 。ヨドバシカメラ行ったよ。ついていこう、ついていこう、ついていこう。てかもういろんなとこ行きすぎて疲れたんだけど。うん、ねえ、ねえ、何コーナー行くんだろうね。なんか持ってるよ。ほら、なんか持ってる袋。次どこいる？わかんない。あ、いた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 。次ルクアに入っていったよ。もう何軒行くのよ。何軒行くの？もう結構近いよ、結構近いよ。もう結構近いよ。なんか動画回してる。あ、動画回してる。危ない危ない危ない。映る映る。動画を止めました。ねえ、あ、入っていった。そして入っていったよ。じゃあ行こう。パパ、なんか買ってる。なんか買ってるよね。絶対女の子のやつだよね。うん、ほら、ちょっとだいぶ近く寄ったよ。ほら。ねえ、買ってる買ってる。パパいた？てか誰に買ってんの本当に。ねえ、誰だろうね。誰かな。知っております。隠れとこ、ここ隠れとこ。買ってるよ、買ってる。ピンクの袋持ってる。ブーブー。パパさ、女の人のやつ買ってたよね。だけどさ、大人の人の靴屋さん買ってたの。そうでしょ。誰の買ってたのかな。怪しすぎるよね。もうやっぱり気になるし、追求しようかなって。どこ行ったのとか、誰の買ったのってやっぱり聞きたいなと思って。もう放送事故になっちゃうかもしれないけど、もうちょっとトークの焦ってる顔を初めて撮れるかもしれない。だから帰ってくるの待って、ちょっと今日何してたか、誰の買ってたのか聞こうと思います。何色でしょうか。開けてみて。ピンクかな、ピンクかな、ピンクかな、ピンクかな。ピンクだ。かわいい。サンダル履いてみてよ、ちょっと。かわいい、これ。サイズが合うと思うよ。めっちゃ履きやすそう。え、じゃあ、洋服とか見てたの？あんまり。あんまり？
なんかゴルフのあれを買ってたの。ゴルフショップに売っていて。え、これだけ買ったの。うん。ん？うん、ね。これだけ。うん、それだけ。練習ボール。あ、欲しいって言ってたもんね。え？洋服とか見なかったのか。洋服は見てないね、ほとんど。あ、そう。うん、じゃあゴルフショップとかだけ行ったの。そう、ゴルフショップ。ヨガしかない。ヨガしかない。ヨガしかない。そうなんだ。ルクアイレ行ってない？ルクアイレ行って行ったない。行ったないな。行ったない。行ったでしょ。行ったでしょ。ルクアイレ。行ったでしょ。どう？通ったけど何？通ったの。何も変わってないの。行ったでしょ。行ったようなもんかな。お客さんに言ったら行った。行ったでしょ。行ったな。なんか買ったでしょ。まあでも買うまではいかなかったな。本当だな。なんか買ったでしょ。なんか買ったでしょ。何？もう証拠揃ってるから。何が？コメント？ついてきてくるから。もっと有力な。何？ほら、証拠がもう揃ってるんだよ。買ったでしょ。ついて行ってたの。何してんの。尾行したの。ついて行った。何してんの本当に。女の子の洋服見てたでしょ。何してんの本当に。何してたの。怖いんだけど。もういろんなとこ行くからもう疲れたんだけど。この3連休さ、やっと帰ってきて遊べると思ったのにさ、ずっとなんかコソコソしてなかった。めっちゃややこしいことしてるじゃん。怪しすぎるでしょ。これ女性もんでしょ。誰に買ったの。何のために買ったの。まあいいや、ちょっと待ってて。悪いことしてるな、私は今。嘘ついてたね。今日何日？15。明日は？本当は明日渡すつもりだったけど、誕生日プレゼントが来ちゃうんだよ。